自律神経専門家近くの部屋へようこそ。今日はめまいがあるあなたに向けた動画です。で、前回病院はこの科に行くといいですよっていう話をさせていただいたんですけども、今日はその病院に行って検査しても異常がないって言われる、あるいは病院に行ってひどいめまいは出したけれども、その後のなんかこうずっとこう揺れてる感じとか、まあ、こうしたらめまいが起きちゃうとかっていうのが収まらない、なんかすっきり良くならないっていう場合、そういう場合は自分の体のどこをチェックしたらいいのかっていうお話を今日させていただきます。とまず病院に行っても改善しない時で、お薬が出てる場合、薬、めまいで薬が出ている場合、どういう薬を飲んでいるかっていうのにもよるんですけれども、めまいで出される薬って大体その血流を良くするとかビタミン剤とかそういうものなんですね。そういうものなので、これをずっと飲んでても良くならないんだったら、まず薬はやめる方向でいいです。で、断言しちゃうとちょっと問題あるかなあるかもしれないですけども、余分なものは体に入れない方がいいので、病院に行ってお薬もらってても良くならない時は、まずそのまずですね、こう自分の中にこう入れてるものを出すっていうか、もうマイナスの部分から考えた方がいいので、まず薬飲んでて良くならないんだったら薬はやめる、お医者さんと相談してやめるっていうのでもいいですよ。大体はこのめまいがすっきり良くならないんだけれども、薬やめたいって言ったら、いやこの薬すっごい大事な薬だからもう絶対続けてた方がいいよっていう医師もそんなにいないはずです。だから薬まず飲んでても良くならないんだったら薬をやめる。患者さんでいたんですよ。薬をやめたからっていうだけではないと思うんですけれども、その薬やめてから数週間経ったらめまいの症状が改善してきたっていう方もいらっしゃるので、その体のだから、その薬が効いてるとか効いてないとかではなく、薬とか食べ物もそうなんですけども、体の中に入ってくるものって体にとって負担になるので、薬が効いてて体調が良くなるならいいんですけど、良くならないのであれば、その多かれ少なかれこう体の中に入れてるものをちょっと減らすとかね、そういうマイナスの方向から考えた方がいいので、まずは薬を減らす、薬を減らす、医師と相談しながらですね、薬を減らす、やめる、そんなに重要な薬があるのであれば、これはやめない方がいい、絶対続けてた方がいいよっていうはずです、医師は。でも、じゃあずっと飲んでても変わらないんだだったら、ちょっとじゃあ減らしてみようかとかやめてみようかっていう風になるんだったら、減らした方がいいです。体の負担を減らすためです。体の負担を減らすため、別にこう薬がこうダメだとかそういうのではなく、体にかかっている負担を減らすために薬をやめる、減らすっていうことです。まずこれ第一ですね。で、あとこの自分の胃腸の状態、自分の胃腸の状態はどうですかというのをチェックしてほしい。この胃腸とめまいって結構つながっているんで、胃腸の調子がよろしくないんだったら、この胃腸の調子を改善する。で、あとこうもし食べ過ぎてる自覚があるんだったら、食べ過ぎをやめる、食べ過ぎをやめる。でもちょっとめまいがあって調子悪い時って、
まあ、たくさん食べれない場合も多いので、全然食べてないよっていう方もいらっしゃるかもかと思いますけれども、そういう場合は少量ご飯ちょっとずつ分けて、1日3食じゃなくても1日4食とか5食でもいいので、ちょっとずつ、ほんとちょっとずつでいいので分けて食べるとか、この食べ過ぎをやめる、で胃腸の調子を立て直す、こう下痢とか便秘とか、あと、まあ、食欲があんまりないとか、そういうのも含めてですけど、この胃腸の調子をまず整えるっていうのがすごく大事です。胃腸がめっちゃ元気でめまいだけぐるぐるしてる人ってなかなかいらっしゃらないと思うんですけど、 もしいらっしゃったらごめんなさい、それはまた別な面から考えないといけないんですけど、この胃腸を立て直す、で食べ過ぎをやめる、あと食べるものですね、炭水化物ばっかりとか、本当炭水化物ばっかりはちょっと考えた方がいい、食べやすいからどうしてもこう炭水化物ものを入れたくなるんですけど、やっぱり食べてほしいのはタンパク質、まあ、どうしても無理っていう場合は無理しない程度で大丈夫なんですけども、やっぱり大事な栄養素タンパク質なので、この胃腸を立て直す、下痢とか便秘があったらもうこういうところを改善する、で胃に負担をかけないように食べ過ぎ、もし食べ過ぎている場合は食べ過ぎをやめる、であと取るものはタンパク質を取るっていうのがポイントになってきます。で、まあ、これだけでこう治るかって言ったらなかなかちょっと難しい部分もあるかもしれないですけども、まず病院に行って改善しないときは、その飲んでいる薬を減らしたりやめたり、こう体の負担を減らす、胃腸も負担かけないように食べ過ぎてるんだったらそれをやめる、で甘いものついつい食べちゃってるんだったらそれもやめる、でその代わり炭水化物とか甘いものをこうガバガバ食べるんじゃなくて、タンパク質を取るように心がけるっていうのがちょっとポイントになってきます。でちょっとまあポイントだけなので、これで絶対良くなるよとは言いませんけども、一応こうポイントのとこですね、もうとにかく今めまいで具合が悪いんだったら体の負担を減らしましょうという話をさせていただきました。本日の動画いかがだったでしょうか。いいなと思ったらいいねボタンと、あとチャンネル登録もお願いします。本日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。